はい、皆さんこんにちは、リンチーです。今日はね、メイト20プロで、チャリンコに乗りながら、横向きにして撮影しております。はい、スマホで撮影しております。スマホ撮影のなんか弱点ね、撮りながら、スマホで何かするシーンが撮れないっていう、まあ弱点ありますよね。まあまあまあ、撮ってから、まあやってみて気づいたんですけど、はい、あとね、まあ僕これネックマウントにつけて、撮影してるんですけども、ネックマウントに装着したままで、まあ、ですか、レコーディング、録画ボタンが押しにくい。はい。まあそんなね、わけのわからん撮り方するって誰も想定しないと思うんで、まあこれメーカーのせいじゃないです。はい。それでね、僕最近、iPhone XR と、また XR って言っちゃった。XR の方が全然なんか個人的に言いやすいんですけどね。Huawei のね、Mate 20 Pro、2つ買ったんですけども、なんかすごい、まあ、金使いすぎなんじゃないかみたいな、思ってる人いるんですけども、まあね、逆にね、僕結構、普段の生活でね、相当節約してますよ。はい。で、なんか、今日はね、ちょっと僕の節約の仕方でも、話してみようと思います。ですね、まずね、僕ね、同じパンツね、10年以上履いてます。まあ、本当に同じ種類のパンツね、あ、止まりたくね、止まりたくね。え、これいけんの？これ。しょうがねえな。いかねえ。無理無理で。今ね、周りこんな感じで、ちょっと止まってしまいました。画面が止まったらね、自分が動けばいいっていうのはあるんですけども、まあいいや、せっかくなんで、ちょっと、自撮りモード行ってきますか。はい。はい、自撮りモード。まあ、自分が、なんですか。まあ、パンツね、同じ種類のパンツ、履いてるんですよ、ずっと。で、これね、どこだっけ。まあ、ワコールの、ワコールのね、CWX っていうパンツなんですけども、このシリーズのパンツを、だいたい、もう、10年以上履いてます。一番古いやつはね、10年以上履いてます。で、毎年ね、1枚ぐらい買い足して、だから結局この十何年で、買ったパンツの枚数、十何枚ですよね。だいたい、全部で、まあ、せいぜい3万円ぐらいかな、多分。まあ、そんな感じで、節約しております。それでね、僕だいたいね、ちょっと、はい。ネックモード戻します。でね、僕だいたいね、朝ごはんと夜ごはん、朝ごはんと夜ごはんは、基本的に、オートミールね、日本でちょっと探さないと売ってないと思うんですけども、オートミール食べてますよね。オートミール。オートミール、まあ僕大体1日5回ぐらい食事するんですよ。で、そのうち、4回が、オートミールとプロテインのシェイクですね。これね、お金の節約だけじゃなくて、時間の節約にもなります。まあ、あと、ブドウ糖、オートミール、プロテイン、ブドウ糖、コーヒー、ちょっと。まあ、これね、混ぜて飲んでるんですよ。で、これ結局、もうずっとこれで食事してるとすごい節約になる。で、体にもいいっていう。あと、まあ、ビタミン剤とかでね、ビタミン摂取してね。で、なんか最後の一回、
あ、最後の1回じゃないかもしれないですけど、夜ね、夜はがっつり食います。ね、夜の方が、うん、まあまあ一般的にがっつり食うかな。はい。それでね、そこで食べ過ぎたら、まあ、そこで食べ過ぎちゃう場合、その前後でちょっとオートミールとプロテインの量を減らしてね、カロリー調整するんですよ。でも本当にそのオートミールとプロテインは、グラム単位で測って、調整してるんで、まあ、それでね、体重のコントロールするんです、そこでね。まあ、だから 1,2,3 でオートミールプロテインシェイクで、4でがっつり食うのかな。それで5、寝る直前にまた基本的にはプロテインシェイクですね。ちょっと考えると分かるんですけども、朝飯とか昼ご飯ってね、頑張ってもしょうがないですよね。そんなにうまくならない。普通にちゃんと丁寧に作った夕飯とか外で食べる夕飯に絶対に負けるんで、あ、じゃあこれカットかなっていう。だから朝飯、例えばね、20分かけて作る、で昼飯20分かけて食うとか やってるぐらいだったら、それ5分にして、15分、30分多めに使っていけば、30分ね、1日、これ時間の節約でもあるわけなんですよ。だから30分時間多めに出て、それでその30分有意義に使えばいいじゃないですか。で、その30分を有意義に使う方法分かんなかったら、休息ですよ。寝るんですよ。寝るって重要ですよ、皆さん。あとは服ね、服大体僕の映像見るとほぼ同じ服着てると思うんですけども、なんか特別なことがない限りは、冠婚葬祭とかね、なんかでかい会議とかね、ない限りは、基本的にこのユニクロの灰色の T シャツ着ております。このユニクロの灰色の T シャツね、いいのがね、まずね、夜寝る前に着ます。で、朝起きてそのまま外に行きます。で、まあね、午前中にトレーしたら前着替えますね。でも、午前中にトレーしてなかった場合はそのまま一日着て、まあ夜トレーニングしますよね。夜トレーニングして、そのままだから、まあまあ着替えて、まあまあだからシャワー浴びて着替えてってできますよね。まあそういったね、しかもこれ何ですか、速乾性って何だろう。まあ乾くの早いんで、旅行とか時でも、なんかそのユニクロのこの灰色シャツ、まあ旅行って僕の場合大体撮影なんですけど、このユニクロのシャツを丸めてポンって入れとくと、すごい便利です。で、さっき言ったCWX の何ですか、この、まあ、パンツショーツも、アンダーパンツもね、まあ3枚ぐらい入れるときはね、洗って乾かしてってすぐできますんで、すごい楽勝です。はい。まあそんな感じでね、なんか人生ね、他のとこでっていうか、別に自分に本来的に必要なもののないものをカットしていく。で、それで、お父さんとことは
あとまあお酒タバコやんないですからね、お金浮きますよねそこでね。お酒タバコ基本的にはないよ。お酒はね、なんかまあ月に 1回か2回ぐらい飲むことありますかね。まあ大概なんかどっかの誰かのおごりですけど、あんま自分で買ってお酒を飲む、あんまりやらないですね。はい、なんかそこまでお酒飲みたくないっていう、そのお酒を飲まなくちゃいけないっていう、イメージがないので、そういう思い込みがないって楽ですよ。なんでお酒そんないつもいつも飲んでなくちゃいけないのっていう、まあまあそんな感じなんで、なんかついちゃいました。はい、でまあね、まあそんな感じで、まあついたんでね、はい、今からトレーに入っていこうと思います。外したんでこのロックはできますね。ロック映像撮れますね。はい、こんな風にカチッてロックします。はい、それでは皆さん、リンチーでした。はい、再見。